方がいいわしぐらいならきのう鈴木さんに告白されたんですよえいいじゃんそれで返事したのはい断りましたなんで恋人欲しがってたのに。 鈴木さん苦手なんですよ。鈴木さんと付き合うなら恋人いない方がいいです。鈴木さんいい人なのに、他の変な人と付き合うぐらいなら鈴木さんと付き合った方がましじゃないい,いえい,いえ、一人の方がましですよ。ところで、方がいい。 と、ましって何が違うんですかじゃあ、今日は方がいいとましについて話していこう。ここからは私が説明するね。エミリーさんは、さっきどんな気持ちで恋人いない方がいいと言ったの 鈴木さんと付き合うのが嫌だって気持ちで言いました。嫌な気持ち、ネガティブな気持ちで言ったよね。じゃあ、一人の方がましはそれも嫌な気持ちで言いました。そうだよね。方がいいもましも似てる意味だよね。はい。 だからどちらを使えばいいかわからないんです。じゃあ恋人がいないのはどうそれも嫌です。どちらも嫌なんだね。じゃあ話は変わるけど、エミリーさんは世界が平和なのと平和じゃないのとどっちがいい それはもちろん平和な方がいいですよ。そうだね。平和は嫌いえいえ、平和がいいです。絶対に平和がいい。だから平和な方がましです。平和がいいんだよね。平和は嫌じゃないんでしょはい。 平和が嫌いな人なんていませんよ。そうだよね。私も平和が好きだから、平和の方がいいからね。そうですよね。その場合、平和の方がましとは言えないんだよ。え、そうなんですか平和の場合はね、 平和な方がいいより、平和が一番いいと言った方がいいね。そうですね。平和が一番ですもんね。そうそう。方がいいは、ただ比較しているだけ。嫌だという気持ちが入っていない場合も使うことができるんだよ。でも、ましは、 どっちも嫌だけど、頑張って選ぶならこっちという気持ちが入っているんだ。じゃあ、平和の方がましって言ったら、平和も嫌だけど、選ぶなら平和っていうことになってしまうんですね。そうそう。だから平和がましっていうのは不適切だね。じゃあ、他の例文見てみようか。 子供が生まれたら自由に育てた方がいいです。これは自由に育てたいという意味だね。先生に怒られるなら宿題をする方がましだ。これは先生に怒られるのも嫌だし宿題をするのも嫌。でも、 どちらかを選ぶなら宿題をする方を選ぶという意味だね。お昼ごはん何食べる近くにパスタの店と定食屋があるよ。私はパスタが好きだからパスタの方がいいな。これはパスタの店と定食屋を提案されて パスタが好きだからパスタの店を選んだということですね。最近はまだ忙しいのそうですね。まだ忙しいですが、先月よりはマシです。これは嫌な気持ちではなさそうですね。そうだね。この場合は嫌な気持ちではないよね。 先月は忙しかった。じゃあ今月はどうまだ忙しいです。そうだね。忙しいのが好きだって人もいるけど、一般的に考えたらネガティブなイメージだよね。なるほど。嫌な気持ちだけではないけど、ネガティブな気持ちの時にも使うんですね。そう。 どちらもネガティブな気持ちだけど、こっちの方がいいっていう時に使うんだ。ケンジ君と喧嘩したのうん。ケンジ君が絵本読みたくないって言ったんだもん。そっか。ケンジ君のことが嫌いになっちゃったうーん。好き。 喧嘩したままなのと仲直りするの、どっちがいい仲直りする方がいい。この子は仲直りしたい気持ちだよね。今回の採用試験、良さそうな人が一人もいなかったな。そうですね。 でも、我が社も人手不足で、このままだと社員の負担が増えてしまいますよ。ただ、あの中から採用となると、教育する負担の方が増えてしまうだろう。あの中から採用するよりは、今回は採用しない方がましだ。そうですね。新人教育の負担が増えるより、 既存の仕事をしっかりしてもらう方がいいですからね。なるほど。方がいいはネガティブな時とポジティブな時、ネガティブでもポジティブでもない時に使えるんですね。そういうこと。ましはネガティブの物事の中から比較して、良くないけどこちらを選ぶ、こちらをするという時に使うんだ。 他にも似たような文法があるから、ついでに覚えちゃおう。似たような文法例えば、このままこの会社で働くくらいなら、給料が低くても、他の会社に転職した方がいい。マシと同じ意味ですかほとんど同じだよ。くらいならは、 その最悪な状況になるなら、何々の方がいいと言いたいときに使うんだ。この会社を何か事情があってもう辞めたいと思っている。この会社で働きたくないんですね。そう。でも転職して給料低い会社に行くのはどうええー、それも嫌です。 普通はそうだよね。でも、この人はこの会社で働くのが最悪の状況だと考えているから、給料低くても他の会社に行きたいんだよね。どちらも嫌だけど、この会社で働きたくない気持ちの方が大きいから転職したいと思っている。そんな時に、くらいならという文法を使うと、それは絶対に嫌だ。 という気持ちが強調されるよ。例えば、死ぬくらいなら手術した方がましだ。この人は病気の人ですかそう、手術をしなければならないんだけど、手術が大変なの。手術後、すごく体が痛かったり、 副作用で体調が悪かったりする。それは辛いですね。そうでしょだから手術も嫌だよね。したくないです。でも死にたくもない。エミリーさんならどっちを選ぶうーん、やっぱり手術を選びます。 じゃあ、エミリーさんも死ぬくらいなら手術した方がましだと思うんだね。はい。くらいならとましは一緒に使うことも多いよ。こんな使い方もできるね。甘いものが食べられないくらいならダイエットなんてしない方がいい。くらいならを使うときは どっちも嫌だけど、こっちを選ぶという意味だから、くらいなら何々、〜何方がいいの場合は必ずネガティブの意味になるよ。エミリーさんはどう私は太るくらいならダイエットする方がいいです。そうなんだ。くらいならは他にもこんな使い方ができるよ。 みんなと会えなくなるくらいなら卒業しなくてもいい。ましや方がいいじゃなくても使えるよ。でも気持ちはどちらもしたくないけど選ぶなら仕方なくこっちというニュアンスだよ。敗者に行くぐらいなら虫歯のままでいい。敗者は痛いのは一瞬だけど 虫歯はずっと痛いんだよ。それでも虫歯の方がマシだもん。この子は本当に歯医者が嫌いなんですね。歯医者は大人でも怖いからね。じゃあ、まとめよう。方がいい。ネガティブ、ポジティブ、どちらでもない。全部いいです。マシ。 どちらも嫌。どちらもネガティブな気持ち。くらいなら、ましと同じ。ましの前につけるとさらに強調できる。ありがとうございます。それで、鈴木さんとはやっぱり付き合いたくないはい。鈴木さんと付き合うぐらいなら、一生恋人いなくてもいいですよ。 じゃあ、俺と付き合う金子さんと付き合うよりは、鈴木さんと付き合った方がマシですよ。最後まで見てくれてありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、ウェブサイトもあります。ぜひ見てください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。 それではまた次の動画でお会いしましょうさようなら